こんにちは、台湾チャンネルです。キャスターの永山秀樹です。大家好，立台交流频道现在开始了，我是永山医师。今天主持人谢慧基因为有工作的关系不能出来，所以今天只用日语进行，台湾朋友们请见谅。本日司会の謝慶さんお休みですので、日本語だけで番組を進めます。そして、今回もゲストとしまして、在日台湾同協会前会長の大塩先生にお越しいただきました。大先生、よろしくお願いします。はい、それでは最初なんですけども、これは7月5日の十字報の一面トップにこんな記事があったんですね。これはですね、台湾から行った志願兵、まあ、要するにこのウクライナですね、ウクライナの呼びかけに応じてこの台湾の兵士たちが渡っていたと、ということなんですね。要するに、まあ、今各国、まあ、その外国人兵士が、各国からの外国人兵士がウクライナでロシアと戦っているわけですよね。その中には、その中にはその10人ぐらいの台湾人がいるようなんです。そしてアメリカメディアのインタビューに何か答えを受けましてですね、いろいろと話したということ で、まあ、そのインタビューを受けたということで一面トップに報道されているんですね。じゃあ一体何を喋ったのか、どういう話をしているかというとですね、50何歳の、まあ、元軍人の方もいるらしいんですね。で、向こうでそのなんだ、そのパトロールしたり、それからこの飯を炊いたりとかですね、まあ、そういった任務についているらしいんですけどね。その人に言わせると、やっぱりこの台湾は外国の支援を求めるだけじゃダメなんだと、やっぱりこっちの方からも一生懸命やらなきゃダメなんだよと、そういう言い方をしているんです。それどういうことかというと、要するに今、まあ、台湾ってもともと国際社会で孤立してきた、そして今中国、まあ、ウクライナはロシアの侵略を受けているけども、台湾自身もいつ中国の侵略を受けるか分からない状況ですよね。そうですね。だから、助けてくださいと台湾の人たちは、まあ、アメリカだとか世界にこう言いたいところだけど、それよりもまず自分たちも貢献しなきゃダメだなという、まあ、そういった話をしたようなんです。それが、まあ、この紹介されてるんですよね。こういうのはやっぱりこういうその、まあ、ウクライナに赴いているこの台湾人兵士のこういう言葉聞くだけ聞くとですね、やっぱりその台湾人の考え方、日本人とまた違った考え方っていうのが伝わってくるんですよね。あとこういう言い方もしてました。もしその、ウクライナ人が一生懸命戦わなければ、まあ、2週間でよく2週間でウクライナはダメだろうと当初言われてましたよね。もし、そんな風になっていたら今頃習近平は台湾を侵略しているよと。そうでしょうね。ウクライナがこの持ちこたえるからこそこの中国も思いとどまってるんだよと、まあ、そういったの考えを、まあ、こう打ち上げてくれてますね。はい、それからもう一人、まあ、何人かの言葉があるんですけどね、もう一人若い兵士がこんなこと言ってましたね。まあ、向こうに来ましたいろんな国の各国からの兵士がいますよね。で話してたんですって、俺台湾から来たよと言ったらですね、まあ、ポーランド、アメリカ、それからブラジルから来た人たちとかですね、あとはウクライナの兵士たちからね、あ、台湾から来たのかと、台湾が来た時俺たちも手伝いに行くからなと言ってくれたっていうことが、まあ、そういうことを証言している、話している。それは嬉しいよな。まあ、そうですね。はい、まあ、それもまたここに、それを台湾のこの有力紙がそれを一面でこう伝えるということはですね、やっぱりこの台湾の人々はですね、このウクライナ戦争やっぱり我がこととして、まあ我がことのように見ているのかなっていうのが感じられます。それはありますね。はい、そうですね。はい、ちなみにですね、まあ、日本の場合は、まあそのまあ、日本からもそのウクライナに行きたいと、まあ、例えばウクライナ の駐日大使館が一回こうつ兵を義勇兵募りましたよね。そしたら日本外務省が、ね、困るよっていう、要するにこの国外退去を要請してるところなんだから日本人行っちゃダメだよって言い方をしてました。はい、まあ、アメリカもそうらしいですよね。渡航自粛、ウクライナに行きたがる人たち大勢いるけども一緒に戦おうと。実際なんかアメリカの義勇兵入ってるようですね。随分行ってるようですね。それは、まあ、一応また手前と本音が違うかもしれない。
免除その自粛要請となる、うん、じゃあ台湾はどうかというとですね、ちょっと調べてみたんですけどね、台湾の外務省はですね、こういう方をしてましたよね。まあ、要するにその要するに義を見てなさざる言うなきなりってことがありますけど、そんな思いでですね、この、まあ、ウクライナのために、まあ、自由の価値のためにですね、自由という価値のためにロシアと戦いたいという、そうした国民の気持ちはよくわかるけれども、あそこはとても危険なので、渡航は奨励しませんと。そうですね、うん、まあ、奨励しませんけどもね、はい、まあ、いくらとは言ってない、ただ奨励しません、ただ、皆さんの気持ちよくわかりますよというその、理解を示しているところがね、やっぱりちょっと日本と違う、まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃなくてですね、やっぱり、もしかしたら台湾の政府も、まあ、要するに台湾政府は今その武漢ウイルスの、まあまあ、このパンデミックに対してですね、やっぱりこの台湾は助けることができると、台湾キャンヘルプということをですね、世界に訴えてましたよね。やっぱりウクライナのこういったこの情勢を見てもですね、やっぱり台湾はウクライナのために貢献したいんだという気持ちがあるわけですよね。あると思いますね、はい、でそのためにその義援金を送ったりいろいろやってますけども、こういったあの志願兵もまたその政府から見ると台湾をの力を示す一つのきっかけなんじゃないかと期待してるのかななんて思ったんですけどね。それもあるでしょうね、公には言えないでしょうね、まあ、言えないでしょうけど ね、はい、まあ、いずれにしてもですね、まあ、そういったこの義勇兵たちの声をですね、まあ、繰り返しますが、一面に乗ったということ、これ日本だったらちょっと考えられない、つまりそれぐらい台湾ではこの要するにこの、台湾国籍の人たち の、 この活躍にやっぱりなんかこう期待しているというかですね、期待してますし、まあ、英雄視されてますよね。あ、なるほど、そうですか、そういう感じ、ね、なるほど、まあ、そういうことですね。ちょっと日本との違いということでちょっと紹介いたしました、はい、それでは次なんですが、これはですね、6月の27日から7月の1日まで、ポルトガルのリスボンですね、これですね、もう、国連海洋会議第2回目なんですけど、まあ、この開かれましてですね、でここにありますね、中国が圧力を加えたと。何のことかというと、これツバル、南太平洋のツバルという国ですね、ツバルの外務大臣が怒って、この国際会議から、国連の海洋会議から、退出したという話なんです。一体中国はこのツバルの 外務大臣に対してどんな比例を働いたのかというんですね、このツバルの代表団の中には3人の台湾人が含まれたというわけなんです、はい、そういうことなんですね、まあ、要するにこのツバルは南太平洋の国ですね、一つですね、まあ、今中国は籠絡の対象としている、まあ、今中国は南太平洋諸国をですね籠絡し、そこに中国の影響下に置いてしまおうと、そして、そこを軍事拠点に変えてですね、南太平洋からこの 太平洋に展開する米軍を抑止しよう、あるいはこの脅かそうというわけですね。そうですね、はい、そういう戦略を取っている、まあ、その対象、籠絡の対象の一つがツバルなんですが、ツバルはですね、まあ、中国の努力の回復も虚しく、台湾と国交を結んだままずっと結んでいる国なんです、はい、そしてこの南太平洋諸国に対して台湾というのはやっぱりこの海洋問題に関してずいぶんこの技術的な支援とかやってるようですね。そうですね、あの台湾人といっても台湾の顧問でしょうね。あ、そうですね、はい、このスバルのこの海洋問題の顧問あるいは専門家の方々がここに、まあ、3人というんですけどね、この代表団に入っていたというんです。でその3人とともにこの代表団、まあ、この外務大臣率いる、まあ、この若い方なんですよね、この方がですね、このリスボンに向かう途中にですね、この 国連信任状委員会というのがありましてね、それはまあこういったこの国連の会議で各国の代表の参加資格あるかどうか審査するこの委員会があるんですね、でそのメンバーの一つが中国なんです。それで中国が台湾人入ってるじゃないかと、そいつらを追っ払えと、そいつらを追放しろ、追放しなく、それができなかったら代表団自体が参加できない、そういうその要求をしてきたんです。それで、この若き外相、まあ、この人サイモン・コヘさんという方なんですね、まあ、30代の方ですね、この人はこれで怒って、その台湾人3人だけを追い出すことができない、
私も一緒にボイコットすると。そして、ボイコットして中国がいかにひどいことをやってるかということを世界に訴えるという、まあ、そういうことで。そうですね。そうですね。まあ、実際の代表団自体は参加はしたんですけどね、うん、でもこのリーダーである外務大臣は行かなかったと。まあ、ツバルってのは痕跡性にはもしかしたら水没しちゃうかもしれないという ね、うん、ね、今だから そういうふうに言われている国なんで、ですからこの会議はですね、ツバルにとって極めて大事な、うん、会議なんですよね。それでありながらも、まあ、この台湾 その中国のありに抗議して、ボイコットしたと。まあ、残念ながら日本であまり報道されてないようなんで、まあ、僕はこの外務大臣のために僕は言いたいと思いますね。そうですね、うん、ツバルはこのね、ひどい目に遭ってるよ、でこの勇気あるアクションをこの人は示したよと、で中国に火を鳴らしたよと、いうことをお伝えしたいと思います。そしてさらにはですね、まあ、1日にこの会議閉幕したんですけどね、その中国という名指しはしなかったけれども、まあ、この委員会に対して批判の声が出ました。どういうことかというとですね、まあ、批判の声を上げたのはアメリカ、それからパラオ、それからやはり南太平洋の一国である、まあ、やはり台湾の友好である、このマーシャル諸島ですね、うん、この3つの国の代表がですね、ちょっと批判したんです、この委員会に、うん、なぜその代表団 その名簿ですね、うん、それにいちいちイチャモンつけるのかと。それはその国がだけが決められる問題だよと。そうですね、はい、主権ですよね、はい、うん、そしてなんとそのパラオもですね、パラオの代表団にも台湾人の専門家が含まれたんです。でその人たちも参加できなかったと言うんですね、うん、はい、そういうわけでですね、まあ、要するにだからパラオはこう言ってますね。このパラオの代表団まあ、その中の一部の人をですね出席させない、これはパラオの主権への侵害であると。まさにその通りなんです。そうですよね、はい、うん、ということですね、まあ、この、まあ、今回アメリカもあとイギリスもそうですね、あと、そう、この中国のやり方を批判をしています。当然だと思いますね、はい、そしてですね、ところがそれに対して中国の外務省はですね、こんなコメントを見せてますね、世界では中国はただ一つ、台湾は中国の一部分、一つの中国原則は国際関係の基本的な原則、準則であり、国際社会の普遍的なコンセンサスであり、国連大会2758号決議で確認された根本原則であると、そういうことを言ってますね。世界には中国はただ一つ、まあ、世界でチャイナ名乗ってるのは2つあるんですけどね、うん、1つは中華人民共和国、もう1つは台湾にある中華民国、その中華民国が偽物の中国だよと、本当の中国は中華人民共和国だよと言ってるわけです、まあ、それは確かに世界のほとんどの国が認めてる事実ですね。そうですね、はい、うん、実際中華民国は中国じゃないでしょう、名前は中国でも、うん、ところが台湾は中国の一部だって言い方をしている。じゃあこれは、まあ、要するにそのように主張するのが一つの中国原則というものですが、これが国際社会 この共通認識になっているかというとなってないんですよね。そうですね、はい、うん、これは日本もそう、アメリカもそう、まあ、おそらく過半数の国は台湾中国のものだと認めたことはないんですよ、はい、そう、保持国家は認めないよね。そうですね、はい、うん、はい、中国から この経済支援を受けている国には、うん、はい、台湾は中国のものです、ね、承認しますと表明させられてますけどね、うん、あとロシアなんかもこの間台湾は中国のものだと認めるよと、この間プーチンが習近平と、ね、その会談で、そんな表明をしてましたけどね、文明国家はそういうことやらないわけですね、はい、文明人はやらないよな、やらないです、だからこれ嘘なんです、嘘だけれども中国はそういう。そしてもう一つ、国連2758号決議、1971年のこの決議で台湾は中国の一部であると、そこで認められたんだと中国は主張するんですけども、そしてその上でですね、その決議に基づいて台湾のパスポートを持っている人間は国連の会議 その会場に入ってはならないと、それから見学に来てもならないと、そういうその排除をやってるわけなんですね。そうですね、はい、そうですね、これ、とんでもないことなんですよね。実際にこの、
国連の27585決議、まあ、日本ではアルバニア決議というのが有名ですね。これを見るとですね、これは何かというと1971年、このこれ見てほしいんです。中国の国連における唯一の合法的代表であることが、代表は中華人民共和国であると認めただけなんですね。中華民国じゃないんだよと、今までそれまで中華民国だったんだけども、これから中華人民共和国が唯一の中国の合法的代表になるんだと、まあ、そう決めただけなんです。決して中華民国が寄って立つところの台湾の島、あの島が中華人民共和国の領土とであるとは認めてないんです。別に決めてないんです。そうですね、決めてないんです。そこはね、はい。ところが中国は中華民国じゃなくて中華人民共和国が中国の代表になったんだから、中華民国のある台湾の島も中華人民共和国のもので認められたんだと、そういう主張をしている。これは間違いです。間違いです、はい、要するに蒋介石のも全部我々もと、そういうふうに理屈ですね。そうですね、中国共産党はそういう言い方をしているけど、それ違うんですね、はい。これは中国がそういうこと言うもんだから、中にはこの国連の事務総長もですね、うん、例えばあのハン・キムンさんで韓国の人、はい、あの彼もそんな言い方をした。不勉強な、不勉強です、うん、だからそのアメリカの代表、日本代表、カナダの代表はですね、いやそれ違うよって言ったら、分かりました、確かに違いますねって。ハン・キムンさんも認めてるんです。この決議案は、決議文は台湾は中国の一部と認めるもんじゃないってことを気づいて、もう言いませんって言ったこともあるんです。そうですね。ところが中国はもう一方的にそういう言い方をする。そして台湾人、台湾のパスポートを所持した人が国連施設に近づこうとすると、あんた入れません、あの見学も許さない。そうですね、そういうことをやるわけなんですね。なんでこういうことが許されるのか、それは国連の中で中国がそれほど影響力を持っちゃってると、この悪の力がこれほど強くなってるということなんですね。はい、国連の癌ですよね、はい、うん、そういったことを我々に思い知らさせてくれたのが、今回のこのツバルへの嫌がらせ、それからこのパラオへの嫌がらせなんですね。残念ながら日本のメディアあまりこれを報道しないようなんで、ここではっきりと強調したいと思いますね。それから、なんでこの中国の、中国はこういう形しましたよ。そのこの国連決議があるから中国、台湾はこういうところに参加する資格がない、許されなくなったんだって言い方するけど、実際台湾が この国連に参加できない、この参与も何もできない、加盟もできないはおろか参加もできないわけですよね。そうですね、うん、それはこの国連決議のためじゃない、中国が嫌がらせをしているためなんです。そうですね、はい、中国をいじめるんでね。そういうことですね、はい。でこのようなこの、まあ、台湾は俺のもんだということはですね、なんとこれは台湾が、台湾平等を正当化するためのプロパガンダなんですね。でそれに世界各国が、まあ、乗っかっちゃってるということなんですね。これやっぱり批判しなきゃならない。それから日本もそうですね。日本はですね、今まで台湾に冷淡できたのはなぜかといえば、それはそのような中国と歩調を合わせたからなんです。中国の顔色みたいな、そうですね、中国怖いんだなっていう感じはありますよね。ですよね、今そうですよね。今もそうな、はい、今どんなにこの台湾と、うん、台湾に日本が接近してもですね、でも日本政府一度だって台湾は中国の領、中華人民共和国の領土ないと言ってないじゃないですか。そうですね、その日中国交樹立以降ですね、もう50年になりますけどね、言ってないんですね。日本のマスメディアも言ってない。これつまりこのような横暴な不条理な中国と歩調を合わせるということなんですよね。ですからですね、まあ、今回、この南太平洋の2つの国に立つ嫌がらせ、要するにその台湾人が代表団の中に入っている、そいつら追っ払えなかったら代表団は参加させないぞと脅したというね、こういう非道な国と同じようなことを日本も実はやってきたということですね。そういうことをちょっと訴えたいと思いますね、はいはい。それでは次なんですけれども、この台湾、民意基金会ですね、よくこの台湾で世論調査やっていて、はい、まあ、この番組でもたびたび紹介してますが、その世論調査の結果を見ると台湾人のものの考え方とかね、その情勢判断とか見えてくるんですけどね、これ6月の、下旬に発表された結果なんですけどね、こんなのがありますね。これ何書いてあるかというと、中共が台湾を攻撃するから、この台湾独立を追求するのをやめますかと、中共がこう、まあ、要するに中共の侵略が怖いから、この台湾独立をやめますかと
というその考え方に賛成ですかというんですね。これはどういうことかというと、その、まあ、向こうの外交部長の呉少将さんがこのアメリカのメディアのインタビューを受けましてですね、こういうことを言ったんです。要するに台湾は、戦争を回避するために現状維持すると、そして台湾独立は言わないと、まあ、その形式的な台湾独立は行いませんという、まあ、その独立宣言とかそういうことなんでしょうかね。憲法をね、はい、新しい憲法を作るとかそういうことですね。とはやらないと、戦争を避けるためにという、まあ、そういった報道がアメリカで行われ、それがまあその台湾でも引用されて、でちょっと問題になったわけですね。ですからそういうですね、戦争が怖いから台湾独立を追求しないよという考え方にあなたは賛成ですかと言ったんです。要するに今の民進党政府のそういった現状維持の考え方は賛成ですかって言ったら、まあ、賛成という人も結構いるんですけど、でもさらにですね、で、5割弱は不賛成なんですね。そうですね、はい、とことんやりましょうということ、なんで中共が怖がってその独立しちゃいけないんだっていう、そういった声がすごくあるということですね。でこの民進会のリーダーであるその、ユウさんですね、ユウさん、はい、あのその人の分析は、まあ、要するに、今 の, その民進党政権 の, この考え方、必ずしもその民意に、世論の考え方に沿ってるわけじゃないという、まあ、そういった話がありました。実際はですね、呉外交部長が、まあ、アメリカのメディアに言った言葉はですね、まあ、要するに独立はしないよとかそういうことは実は言ってないんです。ただ現状維持をこれからもやっていきますよと、現状維持をやることがみんなにとってプラスですよという言い方をしただけなんですけどね、まあ、そういうふうにこの民進党政府は一生懸命言ってますけど、まあ、実は同じですよ ね, そうですね。要するに戦争したくないから現状維持するよと言ったわけですね。だから独立もしませんよという意味も含まれてますから、実は同じですけどね、はい。まあ、一応民進党政権はそういう言い方をしているわけですね。国民党が喜んじゃったんですよ。そうですね、独立を追求しないのかって。じゃあ我々国民党と民進党、国民党と同じじゃないかと、民進党はこれから我々と協力して中国と仲良くしろと、そういうようなことを言ったもんですからね。現状維持は結局その国民党の現状を維持するということの、まあ、実際ほぼ一緒ですよね。あ、実際一緒になっちゃうんですね、うん、はい。でその、世論調査ではですね、こういう結果も出ました。もう一つ、はい、もし中国が台湾を侵略したらアメリカは部隊を送ってくるだろうかと、台湾を守ってくるだろうかと、そういった、それはあなたは信じますか、アメリカ来てくれると信じるようが 40.8%、 いや来ないよと思ってる人は 50% ですね、 50.9% ですね、はい。これは多いと見るべきか少ないと見るべきか、これちょっと見てほしいんですね。こちらですね、はい。まあ2020年9月の段階では 60%、 2023年の段階では 65% がアメリカ軍が助けに来てくれると信じたんですね。ガクンと落ちてますね。これどういうことか、まずこの辺はですね、6割の人がアメリカ軍が来てくれると信じたのはなぜかというと、まあ、この頃ちょうど、まあ、アフガニスタンからアメリカ軍が撤退しましてですね、で中国や それに呼応する国民党がですね、見ろ、アメリカ軍は助けに来ないよと、だから台湾人はこれからはアメリカじゃなくて中国と仲良くするべきだと、そういう宣伝をやったもんで一回不安になったんだけど、それはまずいなっていうんで、バイデンさんがこの辺で2度ほど、アメリカは台湾を助けるという約束があるという、そういう言い方をしたもんだから、まあ、ちょっと跳ね上がったんですね、アメリカを信じるという数値が。ところがその後ウクライナでアメリカ軍が介入しませんでした。そしたらやっぱりアメリカ来ないんだということで、来るもんかというか過半数を超えて、来ると信じる人は 34.5% が落ちちゃったわけですね。これが2022年、今年の3月の段階ですね。ところが今回6月で40.4 までちょっと上がったということなんですね。これはやっぱりこのアメリカが一生懸命このアピールを、この間もね、台湾を守るよっていうバイデンさんが言った、それから、やっぱりこの部隊をウクライナには送ってないけども、アメリカなど世界各国がウクライナを一生懸命支援しているということで自信を持ってきたのかなという気もしますね。まあ、ちょっと複雑でしょうね。そうですね。ただですね、もう一つこの調査の結果によるとですね、ちょうどその調査結果、この調査が行われた時というのはウクライナ侵攻始まってちょうど100日目だったのかな。でこういう質問なんです。台湾もまたウクライナのように、その中国の侵略を受けたら100日間持ちこたえられると思いますかと、そ
たらやっぱり半分ちょっとがですね、いや持ちこたえられないと、100人じゃ持たないよ、自信ないよな、台湾自信ないとそうなるとですね、いや我々はその中国に侵略なんか恐れずに恐れないよという、まあね、その侵略されたって台湾独立のその理念は追求し続けるよという、ですね、こっちですね、ちょっと矛盾してるような気もするんですけどね、じゃあどういうことかというと、じゃあなぜこうやって矛盾したようなように見えるのかというと、それはやっぱりこのアメリカ台湾人はですね、やっぱり単独ではやっぱ負けてしまう、100日も持たない、だけども中国が侵略したらやっぱりこのアメリカとかですね、世界中の国の支援やっぱり必要なんだということなんですね。そうですね、はい、ただ、その肝心のアメリカの支援受けられるかどうか、いやきっと来てくれると信じてるのは、まあ、4割にしか過ぎないということで、まあ、非常にこの複雑な感じがありますけど、まあ、実際蓋開けてみないと分かりませんよな、はい、そうですね、はいはい、まあ、そういうことなんですね、ただアメリカは絶対来ないよというこの中国のプロパガンダ、あるいはその国民とのプロパガンダがなければですよ、もう少しやっぱり数値は上がりますよね、アメリカが来てくる、絶対来ないというのは来てほしくないですね、国民党もね、そうそう、そういう信念持ってますね、アメリカ来てくんないから中国と仲良くしなさいと、その蔡英文政権圧力かけて、仲良くしなさいというそのチベットのように殺されていいよということですね笑い事じゃないんですけどそうなんですね、そうですね、はい、まあ、あのそういう状況にあるということですね、はい、それから、もう一つやっぱりこの中国のプロパガンダの話なんですけれども、これを見てほしいんです、やっぱりこの呉少昭外交部長がですね、やっぱりこのまた海外のメディアに対してですね、こういうこと言ったんです、これインドネシアのメディアだったと思うんですね、インタビューを受けて、この台湾は中国の一部だと言うけれど、中華人民共和国の一部と中国は言うけれど、あの中国は台湾を統治したことなんかないんだよという言い方です。そうですね、はい、これ事実ですよね、事実のもちろん、はい、でそれに対して中国は言ってもらいたくないこと言われちゃったもんですから、もうヒステリックに反論した、あの台湾人民弁公室、国民の台湾人民弁公室がですね、この記者会見開いてですね、徹底的にこれ反論するんです。でその反論した言葉をですね、今度はあの中国の中大阪総領事館がですね、日本語にしてですね、今度は日本人向けにそれを拡散してるんです。それで日本人を騙そうとしてる、ね、台湾は中国の一部だよって、いうわけですね。でもちろん呉少昭さんのおっしゃってることは事実なんですね。台湾は中国は台湾を統治したこともない、統治したことがないということはやっぱり台湾は中国のもんじゃないということなんです。そうですね、それに対してですね、いうわけですね、この中国政府国民台湾人弁護士はこう言ったんです、呉少昭氏の台湾が中国が台湾を統治したことないというのはデタラメ発言だと言うんですね。じゃあデタラメ、じゃあ統治したことあるんですか、こうやってね、これがその国民台湾人弁護士の反論を日本語にしたものをですね、まあ、こうやって分割して一生懸命大阪総領事館は日本人に拡散してるんですね、そこでですね、じゃあ本当に閉じたことがあるんだったらいつですか、ちょっと耳を傾けてみたいと思うんですけどね。そうですね、まあ、結論を言います、どこにもいつからいつまで閉じたとか書いてません、答えられない、ありませんから答えません。だって統治したことはないというのがデタラメということは、ということは統治したことがあるということでしょ。ところがいつ統治したかということを書いてない、書けない。これを見ても分かるように中国は台湾の領有権を持ってないんですよね。持ってませんね、はい、自ら認めてる、ところがそれを覆い隠すために嘘の上乗りをするのが中国のプロパガンダ。そしてこういうものが実は日頃からこういうことを中国政府は言っていましてね、こういうものをですね、日本のメディアがいちいちこう紹介するわけですよ。そうすると、そういうものに触れると日本人はそういうものかなって勘違いしちゃうわけですね、でそういうことを知ってるから大阪領事館もですね、もう堂々とこういう嘘をですね拡散してる。じゃあどんなことを言ってるかちょっと簡単に見てみたいと思います。まず初めになんですけどね、ちょっとこう見てほしいと思います。まあその呉少昭氏の言ったのはデタラメだよと、法的にも事実的にもそんな発言は成り立たないって言うんですよね。事実的に成り立たない、じゃあいつ統治したんですか、でも言えない。
じゃあ法的にも成り立たない、法的に見て台湾は中国の領土なんですか、いろいろ言ってますよ、ここ見てください、そんなはずないんですけどね。1949年10月1日中華民国が建国されます。あ、中華人民共和国が成立するんですね。で、中華人民共和国の中央政府は、それまでの中華民国政府に代わり中国で唯一の合法政府、そして国際法上唯一の代表者となった、というわけですね。まあまあそれはそれでいいとしましょう。中華民国は滅んだんです。滅んで台湾に亡命したのは事実ですからね。そして こっちを見てください。そのことにより中国の主権と固有の領土の変化はない。要するにですね、中華民国が中国に対して持っていた主権、それから中華民国の固有の領土は中華人民共和国が継承しましたよと言っています。まあ、それよくわかります。継承しましたよと。そしてその中華民国から継承した固有の領土の中には台湾も含まれてますよと言うんです。台湾も含まれてますよと言うんですね。で、だけどもこれが間違ってるんです。これが大きな間違いなんです。中国はいつもこのことを強調する。中華民国は滅んだ、だから中華民国の領土だった台湾も中華人民共和国のものの領土になったんだって言うんだけども、実はこの1949年10月の段階で台湾は中華民国の領土ではありませんでした。あれどこの国ですか当時。日本ですよね。日本ですよね。当時まだ台湾は日本なんです。だけども大先生よくおっしゃるように中華人民共和国はですね、蒋介石のものは全部毛沢東のものになったという。そうなんですね。はい、それはよくわかります。要するに蒋介石のものを毛沢東が継承したんです、国際法上でいう継承国家になったんです。だけども台湾は中華民国、蒋介石のものじゃないんです。そうですね、はい。1949年の10月に先立つ1949年の1月、これ記録残ってるんですけどね、蒋介石はっきり言ってますよ、台湾は中華民国の領土じゃないと。台湾はまだ日本との講和条約が結ばれる以前は信託統治、移民統治のようなもんなんだよと。ね、要するにマッカーサー、 GHQ のマッカーサー連合国司令部の命令によって中華民国、蒋介石の中華民国は台湾を占領しただけなんです。その当時まだ、ね、まだ日本領なんです、はい。そういうわけで中華民国が滅びました。で、中華民国の領土、中華人民共和国がまあ一応この継承しました。でもその領土の中に台湾は入ってないんですよ。入ってない。入ってません。はい。中華民国憲法には台湾入ってません。あ、憲法にも入ってないですね。はい。中華民国憲法にも入ってない。はい。そういうわけで、さらにまたこういうことも言ってますね。もう一つこういうことも言ってます。台湾海峡両岸はまだ統一されていないが、台湾の中国の領土の一部という地位がこれまで変わったことはないんだというわけですね。統一されてないけど地位は、台湾の地位は変わってない。この台湾の中国の領土の一部という地位というのはないんですね。繰り返します、ないんです。だからいくらこれ釈明しようとも違います。今台湾、中華民国と中華人民共和国が2つに分かれている。統一されてないけど台湾が中華人民共和国の領土だという、もうこれ決まったことなんだよ、これは変わらないんだよというんです。それから変わることも許されないんだよという、まあ、非常に感情的な言葉もつけてますね。そしてこうも言ってます。世界には一つの中国しか存在せず、はい、中華人民共和国しか存在しません。台湾は中国の一部であり、これが違うんですね。そうですね、はい、前半はいいよね、後半は間違ってますね。、はい、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であるというのは国際社会が認めている、まあ、大体そうですね。でも台湾は中国の一部じゃないんです、というわけで、まあ、これはもう全部デタラメなんです。だから中華人民共和国政府はとにかく統治したことがあるんだったらそれをはっきり言ってください。台湾を統治したことがないんであれば、それは台湾は中華人民共和国の領土ではないということなんですね、はい。そうですね、はい、もう全然 法から見ると、まあ、デタラメですね、はい、デタラメ言ってるのは中国ですよ。そう、法的にも事実的にも成り立たない。それは中華人民共和国の言う一つの中国の原則という主張が成り立たないということですね。そうですね、はい、そういうわけで、今の大阪領事館が拡散するところの中国政府の言い分を聞きますとですね、中国がどんなデタラメの嘘の上乗りをして台湾は中国の領土の一部だと言ってるかというのが、よくご理解できたかと思います。このようなデタラメに
今まで日本の政府マスメディアは付き合ってきた、そして台湾は中国の領土ではないのに、まあ、そういうふうに思い込んでしまったり、いや違うよと分かっていても、まあ、それを受け入れてきた、実を受け入れてきたわけですね。そうですね、反発し、はい、反論しないのはいけないね、うん、そうですね、うん、そう反論しないからこそ中国は堂々とこういう嘘を世界に向けて突き続けられるんです、うん、だから違うよってことを言えばいいんです。今回ご少将さんははっきり言いました、中華人民共和国は台湾に統治されたことないよと。ところが中国がそれに対して堂々とこの嘘の上塗りをできるのはなぜかというと、世界中が誰も中国に文句言わないと、まあ鷹をくくってるわけですね。そうですね、はい、だから、うん、ご承知さんの言う通りじゃないのってみんなで世界各国を言えばですね、そうですね、うん、中華人民共和国、まあ、日本から一言言ってほしいという感じもありますね。そうですね、うんうん、だからね、あの今ね、まあ、アメリカあるいは日本、うん、まあ、インド太平洋戦略の一環としてですね、うん、台湾に接近し台湾を応援している。そうですね、うん、その軍事力で応援するのも大事だけど、もう一つプロパガンダの面でもですね。そうですね、はい、うん、中国のプロパガンダおかしいよっていうことを言うこと、そうすると中国のですね、うん、この威力が多く削がれるわけなんです。そうですね、まあ、要するにそのお前言ってるの嘘だよと一言でいいんだよね。そうですね、もう一言でもうだいぶ違いますね。違いますね。あの王様裸って一言言うだけですね、そうですね、王様どうしていいか分からなくなっちゃう、うん、ということなんですね。はい、はい、今日は時間となりました。これで失礼します。どうもありがとうございました。